タイトルにもありますようにエニアグラムタイプ2とは、エニアグラムあなたを知る9つのタイプ、うんうん、基礎編、はい、なんかまあ、私がエニアグラムを知るきっかけになった、はい、うん、あ、ここに2冊ありますなぜか2冊あったんですよ、はいはい、タイプ2、うん、僕今ちょうどアニメで、はい、コードギアスって見てるんですよ。うん、あ、見たことない。見たことある。ある、あります。一番初めのやつって見ました。多分 見たと思いますけどね。やっぱどこにでもなんかその、うん、ヒロイン、はい、女の子で、うん、その主人公にちょっとなんか世話を焼きたいってなるような女の子がタイプ2なのかなとか思いながら、性格タイプ2、助ける人、はい、で、根源的な恐れっていうところで、ありのままの自分では愛されず求められないことで、根源的欲求っていうところで愛されていると感じることっていうのが書いてあって、やっぱりなんかそのちっちゃい時に何かをきっかけに、それを今のままでダメとかっていうので、何かしてあげなきゃいけない、何かしてあげないと私は愛されないんだ、愛されたいから何かをしてあげちゃうっていう、なんかそのどっちが先なのか分かんないんですけど、まあ、こう、あの相手にとって私が重要な立ち位置でいたいみたいなところですよね。悪くなるとね、悪くなるとっていうか、はい、まあ、通常の状態で、はいはいはい、まあ、今多分その言葉がね、多分僕とまた多分言葉の捉え方が違うんだなと思いました。はい、はい、というと重要なんておっしゃいました。相手にとって重要な立場でありたい、はいはい、この人がいないと私生きられないって思わせたい。なるほど、今それはなんか悪意を込めてるんじゃないか。悪意を込めてるわけじゃない。でも本当そうなんだなとは思うんですけど、はいはい、はい、その相手にとって重要だってなきゃいけないっていう、この重要のポジションが多分隊長と僕で 見え方が違うんだなと思って、だからこう愛なんです。多分愛されたい、はい、うん、で、このすいません、今日はエニアグラムタイプ2、ここでは思いやりがあり人間関係を重視するタイプ、寛容、気持ちを表現する、人を喜ばせる、所有欲が強いっていうところから始まるんですけど、私たちこの著者さんですね、ドン・リチャード・リソさん、ラス・ハドソンさんが、はい、タイプ2を助ける人と名付けたのは、彼らが他の人たちに対し最も純粋な意味で助けになるか、もしくは健全度が下がると自分が助けになると考えることに欠けるからです。寛容で人のためにわざわざ何かをすることにより、タイプ2は、自分が最も豊かで意味ある生き方をしていると感じます、彼らが感じる愛と気遣い、そしてその純粋な善行、善の行いは、彼らのハートを温かくし、自分に価値があると感じさせます、タイプ2は自分が人生で本当にいいものであると感じること、愛、親しさ、分かち合い、家族、友情に最も興味があります、なるほど、何を考えてですか。いや、何かをやってる人に対して何かをやってる時に、自分のハートが温かくなるっていうのを見て、その最近アドラーで、幸せとは他者の貢献である、っていうのがカッパされたじゃないですか、はいはい、第4夜で、要はありがとうって言われて、まあ他者のありがとうが価値があるんじゃなくて、ありがとう、あ、そっか、なるほど、他者のありがとうに価値があるんじゃなくて、ありがとうって言われて、それを自分で私は役に立ってるって感じることに意味がある、だと今なんかタイプ2って最高じゃんと思ったんです。だからタイプ2はこう相手にとってですよ、だからかけがえのない存在でありたいみたいな、はい、っていうのにとらわれてるわけですよ。そうならないと自分には価値がない。で、だからこう、あ、そっか、嫌われる勇気がないんだ。嫌われる勇気はないんですよ。だからこうやってあげる、やってあげる、相手のニーズに目を向けてる自分のニーズではなくて、はは、嫌われてないな、そう、嫌われてないですよ。好かれようとしてる。好かれてるな君は、
他者のニーズに応えてるの？他者のニーズで生きてる感じですよ。あ、それは問題ですよ。大変です、うん、大変です。アドラーさん大変です。タイプ2がいました。タイプ2が初期でこけてますね、うんうん、そう。だから相手のニーズですよね。相手のニーズを満たすために生きてる。相手のニーズの時に自分のハートが温かくなってるんですね。相手のニーズを満たすことで、はい、相手にとってみたらこの人はこうかけがえのない存在だ、まあ、要は依存させようとしてるわけですよね。麻薬ですね。そう、相手に依存させて、相手にこう自分はかけがえのない存在だと思わせることで自分には価値があるって思いたい。あなた好きなことやらなくていいですかっていうとこですよ。そうですね。そう、だから相手のニーズを満たそうとしてる。これやったら嫌われちゃうじゃんっていうとこですね、うん、しこう何をやったらあの人が喜ぶんだろうみたいなことばっかり考えてる。寸劇が始まっちゃいましたね。、はい、アドラー寸劇が、はい、友知さんこんにちは、うん、T2 さん、人への所有欲は強めかもしれませんが、物欲があまりない気がしますと。この見返りを求めてないんですよね、物的な見返りは。そうですね。そう、はい、ありがとうで、ありがとうとか、はい、あなたにとって、もうあなたはもう大切って思われたいみたいな、はい、僕はそういうのを受けるといや申し訳ないですからってなるんですよ。、うん、もういいですって、うん、食べたいものは自分で買いますからって言われると、かけがえのない存在だって思われてないって話じゃないですか。違うっていうところですよね。そう、はい、で友知さんもエニアグラムを知った時はタイプ2、うん、だったらいいなって思ってました。うんうんうん、僕も初めね、うん、サラサラって見た時に、うん、あ何この人、うんうん、アドラーで幸福、要は他者の貢献である、うんうんうん、もう幸せな人じゃん、うん、って思ったんですけど、うん、いや違うと、うん、嫌われてないと、うん、自分のニーズを満たしてないと、うん、っていうところですよね、うん、はい、要は自分の好きなことをやってる時にありがとうって言われて、うんうん、あ僕は自分の好きなことをやってて、うん、他者に役立ってるんだな、うん、幸せだな、そうそう、自分がやりたいこと、幸せな時ですもんね、うんうん、はい。ごめんなさい、飼い主さんのコメントで、はい、要は、うん、自己肯定感が高そうに見えて低いんでしょ、うん、って。そう、そうなんですよ。自分には価値がないと思ってるから、うん、そんな寂しいこと言わないで。急にごめんなさい。そんなこと言ってないよ、僕は、うんはい、だから他人に価値があると思われたいわけですよね、はい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 、自分で決めていいとこですからね、それは、うんうん、はい、うん、っていうとこなんですよね、うん、人には言えるんですよ僕、うん、まあね、人には言えるんですよ、人には言えるんですよ、はい、でタイプ2が健全でバランスが取れていれば、うん、それは真に愛情に満ち、うん、寛容で人の助けになり、うん、思いやりがある人です、うんうん、人々は出た蜂が蜜に吸い寄せられるように、うん、彼らに引きつけられます、うんうん、健全なタイプ2は心の温かさで人を包みますと、うん、彼らは人を大切にし気にかけることで元気づけます、うん、人が自らの中に以前は認めていなかった肯定的資質を見ることができるように手助けをします、うん、つまり健全なタイプには誰もが欲しいと思うような良き親の体現なのですと、うんうん、ありのままに見てくれる人、うん、限りない共感を持って理解してくれる人、うん、果てしない忍耐力を持って助け励ましてくれる人、うん、常に喜んで手を貸してくれる人、うん、ということになりますと、うん、一方でどのようにいつ手放すべきかを正確に知っているのですと、うん、健全なタイプには心がとても開いているためその接する人の心も開きますと、うんうん、でより深く豊かな人間になるための方法を示してくれるのです、うん、あなたはここだよ。あなたはここだよって、うん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 、鏡を向けてあげたいですね。、うん、はい、でこの方々のサブタイプ、はい、ウィングですね、うん、1のウィングを持つ人は、うん、尽くす人とありますと、うんうん、良き人間であろうとし無視私がない行為に努力する中で、はいはい、心の温かさに目的意識のある真面目さが加わります、うんうん、タイプ1の道徳感、うん、とタイプ2の共感の組み合わせは、うん、人の苦しみを和らげたいという強い欲求につながります、うん、他人が害して避けるような報いられない、うん、魅力的でない仕事も進んで引き受け、うん、別のウィングの人よりも真面目で明らかに面倒見がいい人です、うん、教職や聖職、うんうん、公共奉仕や癒しの分野、うんうんうん、とかで、まあ、あとは精神的、うん、ハンディを追ってる人たちのために、
仕事をすることが多いと書いてあります、うんうんうん、マザーテルサとか、うん、マザーテルサとかであと、うん、まあ、ただ通常の時は、はい、自分の利己的な態度や感情と戦わなければいけないと感じます、うん、他人の幸福に対する責任を負っていると感じて、うん、一般的に上旬で礼儀正しく、うん、自分に厳しいのですと、うん、感情に動かされやすいとはいえ、うん、自分が注意を引くのは居心地が良くないため、うん、感情表現を抑制する傾向があります、うん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 、裏方で働くことを好むが他の人の人生において、うん、自分が重要であると感じたいという気持ちがある、うんうんうん、なるほど、そういうことですね、うん、ナンバー2ですね、社長の下にいる、うん、社長のためには私がいないといけない、そう、だから社長にお前がいないとこの会社は回らないって言われたい、社長になりたいわけではない、そう、社長になりたい、もうむしろなりたくないんじゃないですか難しいですね、うん、なるほど、うん、であとはもう一つのタイプは3のウィング、うん、を持つ人はもてなす人とあります、うん、このもてなす人は健全な時は、うん、もう一つのサブタイプよりも外交的で、うん、個人的なつながりを作り、うん、他の人たちを良い気持ちにさせることで愛を求めます、うん、自己評価は人への献身の質よりも自分自身の個人的資質に関わってきます、うん、彼らは社交的で話し好き、魅力的で順応性があり、かなりはっきりした個性を持っています、うん、彼らは自分が持っているいかなる才能も資源も友人や家族に進んで捧げます、うん、エンターテインメント、歌、うん、相手の話に耳を傾けること、すべ、うん、ては内面の豊かさを分かち合うためです、うんうん、なるほど、うん、この人に尽くしてるのがちょっとエンターテイナーがかった人ですかね、うんうんうん、こっちだよこっちだよみたいな、うん、方ですかね、そういうところにいる、ま、そう、まあ、そうやって癒したいとかそういう感じじゃないですか、ちょっと個性的になって自分なりのやり方でこの人を癒すんだみたい なるほど私の歌声でみたいなこと言うんじゃないですかねなるほど、合唱だとかね、合唱だな、はい、リーダーとかね、合唱だとかね、うんうん、はいはい、この言い方僕やらしかったですねごめん、僕の悪いところで性格悪い、本当にダメ、反省で、このサブタイプの通常の時は、うん、親しげで愛想がいいっていう特徴があると、うん、ただし、目的がはっきりしており大志を抱きます、うん、概して世話焼きには興味がなく、それよりも自分の友情と相手に向ける関心の質が、うん、十分な贈り物であると考えることが多いのですと。このサブタイプの人は人を引きつける側面があり、うん、対人関係や過剰な親しさ、大げさな干渉癖、うん、演技的誇示により重点が置かれます、うんうん、それはタイプ3の受け入れられたいっていう欲求と、うんうん、タイプ2の親密さへの衝動が合わさった結果ですと、うんうんうん、なるほど、ウィング1の人は、はい、おせっかいをすることで相手をこっち向かせようって感じじゃないですか、はい、このウィング3の人はこっちを見ろってやってる感じですよね芝居がかった感じ、芝居がかった感じで、ただまあタイプ2のウィング1ほど、真面目ではないが、うん、仕事への意識は高い、うんうん、が自己批判することも少ない、うんうんうん、3の要素がちょっと入ってくる感じですね、うんうん、すみません、3の前に3の要素とか言って申し訳ございません、はいはい、タイプ3は、うん、成長とか、うんうんうん、自分の成功のためには、うん、みたいな方のことをタイプ3の、はい、まあ、いいとこでもあり悪いところでもあり、うんはい、また次回お話をします、はい、でこのタイプ2の、ちょっと悪い側面としては、うん、